していきますね。はい、嫌な感じ、嫌な感じ、うん、全体的にそうですかね、なんかね、はい、うん、痛かったら右なのにこっちの方が怖いですね。あ、うん、ここじゃこっちの方が広いですね。あ、そうなんだ。だって上も嫌だし下も嫌なんですよね、うんうん、広いですね。あ、左の用の方が良くて右良くなかったですね。あ、そうですか。うん、こっちの方が周りが均等に広い気が。辛くないですか？はい、はい、大丈夫です、はい、落ちた落ちた、ちょっと待ってもうつらいってことはやっぱり反るのがつらいってことになるんですね。反るのがつらい。落ちちゃった。うん。てるから、うん、まずやっぱ後腰で筋肉の張りが出てるのは、
ランス取っていけばいるのかなと。その今押されて痛いってことで、うん、動かして痛いじゃないから、うん、まあ、ちょっと傷ができてるみたいな、痛んだ筋肉だから押して痛いんで、はあ、背筋はでついてきたななんて思ってて、ちょうどあそこらへん思ってた矢先ですけどね、うんうん、その抱っことかでギュッて急激に負荷かかって縮んだりするじゃないですか、うんうんうん、それがまあ、あの今の痛みとか動きづらさにつながってたんだと思うんですよ、うんうん、そう、それは本当にまあ言ったら、まあ、軽い怪我っていうような感じだから触って痛いのちょっとしょうがないかな。痛がり方が表面からも痛いだから、その、うん、体が柔軟性がない状態で動かす、その筋肉がギュッとしちゃってるところを動かすっていうところもあるので、うんうん、緩みが出てくれば今じゃ緩みを作ってきてるんで、うん、多分楽になるんじゃないかなと思いますね。一緒にお見に行こうね。かかる場所が偏ってどうしても腰とか出てくるっていうことはあるんですよね。じゃあのおんぶしすぎだって。ああ気持ちいい。うん。でもそうやっぱりこうやってない動作でまあその筋の伸びが悪くなってる。これなんかもそうなんですけど、うん、やっぱ僕ちょっと、うん、そういうことでまあ。痛みが出てるので、うん、ここにあの手の背をつけてあげてこの状態が一緒に動かないような、うん、はい、あのまあ、伸びの良さとか、うん、はい、弾力をつけてあげれば、うんうん、かなり改善すると思います。じゃあ早くお父ちゃんマミちゃんとこに行って、こっち、うんうん、こっち、お父さんもこっち、この内側にまあパタンと入るんですけど、うん、外側に回そうとするとこうなんか内側に倒す時よりも外側の方がぎこちないっていうかなんか引っかかってる？なんかなんか結構力がいる感じあるじゃないですか。うん、こっちの方がスッていって、うん、こっちだと、うんうん、いかない。そうそうそう。だから。
と足どっちが重たいか言ってもらっていいですか。はい、こっち側上げるのとこっち側上げるのと重さの違い感じません。右の方が重い。右の方が重い、はい。左上げる時よりもこっち足の方がちょっと上げにくい感じですかね。うん、うん、あ、力入れないでくださいね。はい、そのまま脱力しといていただいて。そうですね、右の方が私も重く感じるんですけど。はい、うん、重い。そうですね、は動くけど、うん、行かない。こっち行かないですね、うん、行かない。ね、撮ってなかったね。うん、もう一回します、はい、まあ、こっちと今まだちょっとこっちの方が硬いですよね、うん。動き良くなりましたね、うん、中にしてくださいね。こっち上げることこっち上げること、まだ若干右が、まだ若干右が、でも先ほどより右軽くなってきてますね、うん、軽くなりました、はい。いるので光がなくなってきてると思うんですね。ちょっともう一回さっきのあれですね。お父さん、まーちゃんも落ちちゃったよ。先ほどよりやっぱりもう落ちていいよ、お父さん。うんって嫌だ。まだある。まだある。見て見てなっていいの。まだそこにいたの。でも連動が前よりは良くなってる気がするんだよね。はい、してみましょうか。クッション。ちょっともここ全然ダメだったんですよ、うん、まあ、こっちはまだとかだったけど、まあ、上がもう嫌だって。あ、でもちょっと怖いな。まだ怖さありますか、うん、でも最初よりも入りが良くなってるんですよね、うん、ここも多分、まあ、ここが一番きつかったから、うん、上はまだ多分大丈夫なんですよ。大丈夫。さっきはでもここ怖かったんですよ、嫌だったんですよ、痛かったんですよ、うん、だからまあこちらとこちらですね、ちょっと分けます。ちょっと恐怖感が先に立っちゃうと、うん、緊張して痛く感じやすいんで、うん、気がします。まあ多分緩んでもいるので行けると思うんですけど、下からこうですね、うん、全然平気ですよね、うん、上の方ですね。大丈夫、うん、乗せてますね、真ん中乗せますね、うん、ああ良くなってるんで、最初に比べたらかなり、うん、ただまあ自転車の再現っていうのがここでは難しいかと思うんですけど、ちょっとまあお体動かしてみていただいて、はい、うん、引っ張ってみていただいたりとか、まあね、この動きですよね、こう、こう、これが一番、うん、座った状態、あ、からやってほしいですね、そしたら、うんうん、腰に問題ない方でも、やっぱこう中腰姿勢取ってると腰必ず痛くなるんで、うんうん、すでにちょっと腰が悪い方が
あの膝を、ま、伸ばした状態でいやこれやったらもう絶対腰悪くなるの、ね、当たり前なんで座ってあげて、うん、そうちょっと順序入れていって、あと気持ち的にはい、あげるぞっていう気合を入れて、はい、その準備がすごい大事なんですよ。はい、はい、それがあるのとないのって大違いなんで、ま、面倒くでも一旦下がって、で、あ、もう、まあ、こうでもこうでもやって、よしで、あげるっていう風にすればだいぶいいと思うんですけど、はい、わかりました。そうですね。気をつけます。そうですね。まあ、状態としては、とりあえずかなり、うん、あの左右差なくしたりとか、うん、弾力つけたりはできたので、また寝ていただいて傷を癒して、そうですねそうなんですよ、ま、で押した感じ もう痛くなくなってはいるじゃないですか、うん、なんで、ま、とあのそうですね、あとはちゃんと寝れたりとか、うん、今後その、ま、その動きとかでも無理しないようにしていただいてれば、うん、だいぶいいと思うんですよね。わかりました。はい、そうですね、大丈夫そうでしょうか。大丈夫です、はいはい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。現在リラクヤ DVD 好評受付中です。発売は3月15日になります。よろしくお願いいたします。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。See you!